はいみなさんこんにちはアルジェント研究会の矢沢です、えー、今日はですねえー、っとですね福井県のあわら温泉というところに来ているんですけれどもえー、っとちょうどですねあわらゆけむり映画祭というのがですねあの開かれていてまぁ、あ、ちょっとこちらもですねちょっとあの映画祭の方に来ているんですけれどもえー、っと今日はですねちょっとそのあわら温泉のあわらゆけむり映画祭とは違う話でですねまあ誰をアルジェントのね話をしてみたいと思います えーと今日はですね、サスペリアパート2とですねスリープレスについて、その共通点というところでお話をしてみたいんですけれども、なぜこの話をするかというとですね、まあ、ちょうどですね、イタリアのテレビの方でですね、サスペリアパート2とですねスリープレスですね、こちらがあの映画映画ではなくて、あのテレビの方で放映されていたのでですね、まあ、イタリアの方でですね、まあ、ちょっとしたこうまとめ記事みたいなのが出ていたので、まあ、それをちょっと参考にしながらですね、 いいいいいろろとと話を、ね、進めていきたいと思います、はいえー、とそれでは早速帰っていきたいと思ってるんですけれどもこの「サスペリアパート2、えー」そしてですね「スリープレス」というのはですね、まあ、非常にこう似通ってる部分というのもあるわけですよね、まあ、当然「サスペリアパート2」の方がまあ大ヒットしていて、ね、いるわけですけれどもえっ、ー、とアルジェントの方もですね「スリープレス」というのは比較的ねあの、まあ、かなりこうえっ、ー、と年代が 上になっているというところからの作品としてはね、まあ、かなりこういいと言いますかねあの、ファンからの評判もいいような作品になっていると思うんですけれども、まあ、そんなところでね、まあ、この2つを比較してみたいと思います。はいえー、とまずですね、サスペリアパート2の方なんですけれども、まあ、こちらは言わずと知れたダリオ・アルジェントの、えー、最高傑作ですねさ、の1本というような形のですね、まあ、評価というのがすごくされているわけですよね。まあ、私はあのダリオアルジェントの中で一番 好きな作品でであるわけですけすれどもこちら1975年に作られた作品といいますか、ねまあ、75年に劇場公開された作品というふうに言った方が正確だと思いますけれどもささ作品なわけですよね。でこれはもちろんですねあのもともとねダリュ・アルジェントというのは、まあ、サスペンスホラーの世界でこうずっとねあの映画の監督としてのキャリアを積み重ねてきたわけですけれども最初の,あの喜びの牙というのが。 デビュー作ですよねそして「私は目撃者」「4匹のハエ」という形で動物三部作というふうに呼ばれている作品をこう放ったわけですよね。まあ、いずれもですね「喜びの牙」というのは鳥という名前がついていて「私は目撃者」というのは猫ですよね。「猫」というタイトルが現代に入っていると。そして、えー、と4匹ののハエというのは ハエ、まあ、が動物と言えるかどうかというと、まあ、昆虫なんでしょうけれども、まあ、一応ね生き物だということでハエというのがあるということですよね。でその後ですねビッグファイブデーという歴史ドラマを撮った後でですね、まあ、それはちょっとなんかねフィルムグラフィーの中では、まあダリオ・アルジェント自身からするとねちょっと例外的な作品で、まあ、あんまりこうねフィルムグラフィーの中でも無視されているような作品ではありますけれども、まあ、そこが公表的に失敗した後でですね 世の中に放ったのがこの「サスペリアパート2」という作品なんですよね。でこの「サスペリアパート2」というのはもともとですねこのイタリア語のね現代だとプロフォンドロッソ英語にするとディープレッドということでまあシンクですよね、まあ、深い暮れないと言いますかねまあ真っ赤真っ赤ということを意味するわけですけれどももともとはですねこれ動物産不足に近いような名前でですね、まあ、鋭い歯を持った、えー、虎ですよね、えー、というようなまあ 最初のあのウォーキングタイトルと言いますかね、それがついていたわけですね。ですのでちょっと長いタイトルだったんですけれども最終的にですね、プロフォンドロスというタイトルに落ち着いたということでまあえっ、ー、ともしねこれがあの鋭い はというか牙ですかね牙を持った虎というタイトルだったら動物4部作みたいな感じになっていたのかもしれませんよね。はいえー、とそんなところでですね、まあ、この映画なんですけれども、1975年のですね3月7日、3月公開だったんですよね。まあ、ちょっとねだからシーズン的に言うとクリスマスでもなく、夏休みといいますかね、そういったところでなく、まあ、ちょっといいね春先のね季節に公開されて、まあ、大ヒットということになるわけです。でその中でもですね、まあ、その動物3部作とこの えー、プロロフォンドロスですね、まあ、何が違うのかというと、まあ、大きくですねやっぱりこう殺人の要素が入ってきたということとですね、えーまあ、少し殺人描写にもかなり磨きがかかったということでしょうかねあとは音楽ですよね初期三部作というのは、まあ、エンニオモ森コーネがずっと担当していたんですけれどもこのサスプレアパート2に至ってですねゴブリンですよねゴブリンがこう 大きくするようなな形になってです,、ねまあ、すごくねあのプログレッシブロックということで音楽の面でもかなり攻めているようなすごくね新しい、えー、風が吹き込んだというような形になりますしたがってですね、まあ、サスプリアパート2今までのダリュアル・ジェントル作品と何が違うのかというとまあいわゆるね造形だったりこの殺人描写の無事らしさといいますかね、まあ、すごく派手になったというところがあるわけですよねまあこれは当然ですねあの特殊効果マンのカルロ・ランバルディですよねまあ,あのアメリカに渡ってね E.T. でこうね、か,あのかなりこう名声を博した人物ですけれども、まあ、その後とね「まあ、キング・コング」だとかね、まあ、数々のです、ね、造形特殊造形でこう、ね、すごく頭角を表していった特殊造形作家のこうイタリアが誇る、ね、特殊造形作家だと思いますけどカルロ・ランバルディもこの、ね「サスペリアパート2でこう」で例えばこう殺人シーンだったりね首が切れるシーンだとかですねいろいろなところでねカルロ・ランバルディジュリアーノ・ナターリというねあの ジェ,ルジェルマーノ・ナターリというあの特殊効カマンと共同でですね、キャロル・ランバルティがこう手腕を発揮しているということなんですよね。で、まあ、そのね、ところも見逃せない。そして、ゴブリンですよね。まあ、ゴブリンはこのサスペリア・パート2がデビュー作ですけれども、えーとまあ、この最初のね、サウンドトラックがものすごく大ヒットして、今なおね、ゴブリンの、えー、多分、代表曲といえばサスペリア・パート2、プロフォンド・ロスではないかと思いますけれどもね。まあ、そんなところでですね、まあ、ゴブリンというものが、 ゴブリンというバンドですよねバンドがこう大出世していって、まあ、デビュー曲からね、まあ、すごくこう人気ロックバンドになっていく走りということでですね、まあ、この2つですかねとあのいうことがまあ言えるかと思います。まあ、音楽についてはね「あのえー、ゴブリン」だけではなくてもともとジャズのです、ね、ピアニスト兼作曲家のです、ねえー、ジョルジョ・ガスリーニの曲があったわけですけれどもその曲は一部使われていますので、まあ、全く使われていないわけではないんですけれどもジョルジョ・ガスリーニ プラスゴブリンのこうすごくね攻めの攻めてるねプログレッシブロックといいますかジャズロックといいますかねそんなような曲があるのとというところがまあかなりね大きなえこの特徴だということでまあダリュ・アルジェントがこうかなりねブレイクした作品でもあるということですよね。その後ですね年代 ぐらいでですすかね、ね、になってです、ね、この、えー、とサスペリアパート2というのはですね、すごくこうね、やっぱりこう、人気作ですので、その頃ね、まだこう、ビデオというものがこう、大々的に出てはいなかったわけですね、ホームビデオとかホームテーピングというものが、まあ、それほどね、大きくは普及していなかったわけですけども、あのスーパー8という形でですね、まあ、いわゆるこう、フィルムですよね、それのこう、海賊版みたいなのがね、かなりこう、ダリオ・アルジェントのものを作られてですね、まあ、40分ぐらい あのオリジナルのものよりは短いんですけれども、それがね、こう世の中にこうかなり蔓延したみたいなことがあったということですよね。まあ、これはあの、えー、サスペリアパート2だけではなくてですね、喜びの牙であったり、あとは四匹のハエですかね、あとはまサスペリアなんかも同じなんですけれども、まあかなりね、ダリオアルジェントっていうのは海賊版がね、やっぱりこう大ヒットするね。 あのまあ、ホラーの作家だけあってですねいろいろとそういったものが世の中にはびこったというような、ね、ことがよく知られているわけなんですよね。はい、でですね、えー、とこのイタリア語の記事によるとですねこの「サスペリアパート2」というのもすごくねあの全世界的にはニュースの元なんですよね。まあ、日本だとこうサ「サスペリアパート2」「サスペリアパート2」って当たり前のように使ってるんですけども、まあ、あの他の国からとってはねこの「プロフォンドロッソ」英語だと「ディープレッド」ですね。まあ、これが「サスペリアパート2」というタイトルで 公開されたっていうことがすごくこう奇妙に思えるっていうんですよね。まあ、もちろんねあのなぜかというとサスペリアというのは1977年公開ですけれどもサスペリアというのは1975年の公開なので、まあ、2年ほどね公開が早いんですよね。早いのになぜサスペリアパート2なのかっていうところがやっぱりちょっと不思議だなって感じがするんですけれども日本ではねやっぱこうサスペリアが先に公開されてサスペリアパート2は公開されてなかったのでそのとおですね。77年のサスペリアが 大ヒットしたおかげでですね1978年に、えー、とサスペリアの前の作品をですね「サスペリアパート2」というタイトル放題でですね公開したということがやっぱりこう世界的に見ると、ね、すごく珍しいことだなということなんでしょうけどね、まあ、それのもうねあのトリビアの一つということになりますよね、はい、そしてですね、えーまあ、1975年にこうねイタリアで公開されて大ヒットをしていくわけですけれども、えー、ちょうどね面白いのがあの2009年のですね7月8日 のことなんですけれども、これはあのサスプレアパートツーの中に出てくる C.L.N. 広場という場所があるんですね。これはあのえっ、ー、とこう噴水がみたいなのが噴水というかこうだだっ広いね広場でね、こう大理石像というかなあの噴水があったその上にね、あのまあこう男のねカビさんみたいなこう横たわってるこう広場がありますよね。そこであのカルロが飲んだくれていてマークが出会うというようなねところで、まあすごくねいろんなところで使われているこう 広場なわけですけれどもそこをちょうどそこの場所でですね野外上映を行ったというのがね2009年7月8日なんですねこの CLN 広場でですね野外上映でこのサスペイアパート2をねそこにスクリーンを貼って上映したというまあちょっとそういうねイベントがあったわけですよねでまあそこでねあの、まあ、上映するだけではなくてですね、えー、とゴブリンがあのいわゆるシンクロライブですよね、まあ、上映に合わせて演奏をしたということがあってまあその時にはねダリオ・アルジェント自身もこの「 ゲストとしてねそこの場所に来たということでまさにこうえっ、ー、とダリオ・アルジェントのサスペリアパート2のファンにとってはねその CLN 広場そこの噴水の場所というのは一つね聖地巡礼の聖地というところになっているわけですけれどもまさにその場所でね映画を上映したそしてアルジェントも来たゴブリンもそこで上映あの演奏ねシンクロライブをやったっていうのはねまさにこのね夢のような空間だったんではないかなと思いますけどねまあそんなような形でね2009年というのが そこの場所でね。行ったというのはこう大きくね。そのトリドの人々の記憶にね。残っているんじゃないかと思います。そしてですね。ええー、と2014年11月28日にはですね。まあ、修復版ですね。まあ、こう、やっぱり名作というのはね。何度もこうね。修復なりレストアーということをされていくわけですよね。そんな中でトリの映画祭でこの修復版が上映されたというのもですね。ま1、あ、つのね。再評価に繋がっているというような形ですよね。 でこの映画結構ヒットしたといいますけどどのぐらいヒットしたのかというと、まあ、当時の,、えー、あの換算といいますかね、まあ、あのその当時は、ね、まだあの1975年の時はユーロという単位ではなくてリラですよねイタリアの、ね、リラというのが通貨単位だったわけですけど37億リラを獲得したということでですね1974年1975年の間のこのいわゆる映画のシーズンですねシーズンでですね えー、ま興、あ、行収入的に言えばですねランキングで10位に入り込んだということなんですよね。まあ、10位って大したことないんじゃないかなと思われるかもしれませんけどやっぱりね堂々としたハリウッド映画とかですねそういったものが、まあ、やっぱりこう全世界的に上位来るわけですよね。その中でまあ特にホラーというのはすごい大ヒットといってもねそのやっぱりこうある程度人口的には限られている中でですね、あのー、まあシーズンで10位に食い込んだというのはまあかなりのね快挙だったと思いますよね特にあのののイタリリアのゴブリンのね。 サントラなんていうのはこうトップチャートの1位を、ね、ずっとこう、えー、キープしていたということもありますしですね、まあ、すごく、ね、これは画期的なことだったということなわけですよね。はい、そしてですね、あのー、もう一つのスリープレスの方にお話を進めていきたいと思うんですけども、まあ、スリープレスもですね、まあ、ダリオ・アルジェンのこのサスペリアパート2とはかなり、ね、共通点があるというふうに言えると思います。でサスペリアパート2というのはあの映画の,、ね、あの設定としてはローマなんですよね。あのイタリアのローマが この主人公が住んでいる場所ということなんですけども、まあ、実際はですね、えー、トリノで撮られているシーンというのが多いんですねで実際先ほど言いましたあの CLN 広場ですよねこの映画の、ね、中心となるこの広場の場所というのもトリノとこう、ね、サンクラル広場の裏手にある CLN 広場というまあ、かなりこう目立つ場所にあるわけですけども、まあ、そんな中でですねサスペリアパート2というのはローマをこう 舞台にしななががらもかなりの部分がトリノで撮られていいるととうことになすかね黄色いこう幽霊屋敷みたいなところもトリノですしね、まあ、そんな中でですねスリープレスはですね基本的にはです、ね、どこで撮られているかというと、まあ、全面的にトリノでロケをやっているということなのでやっぱりこうトリノで撮った作品っていうのはねダリュアルジェントがトリノで撮るっていうのはやっぱりこうねすごく願掛けじゃないですけどねやっぱりこう。 すごくねあの神話性のある街ってアアリダリオアルジェントの美学にねトリノという街はすごく合うのかなと思いますけど前編トリノで撮影されているということですよねまあそ,ういうそれゆえにですねロケ地もダブってるところもありますしですね、えー、まあこの世界観みたいなところも等しい部分があるということになりますよね。はい、でこの、えー、とスリープレスについてはですね、えー まあ、ダビッド・デ・ドナテン・ロ賞というね、賞がイタリアの映画界にあるわけですね。まあ、日本だとね、日本アカデミー賞というのがありますしですね、アメリカだとね、アカデミー賞というのは、まあ、本場のアカデミー賞ですよね。まあ、そういった形で、まあ、各国に賞みたいなのがね、ありますけど、まあ、イタリアのアカデミー賞と呼ばれるっていうような感じで言われることがいいんですけども、まあ,あの、そこでですね、えー、最優秀編集賞ですよね、そこのアンナ・ローザ・ナポリという、アンナ・ナポリというあの編集者がいますけれども、まあ、編集のね、 ところだったりあとは音楽ですね、ベストサウンドトラック賞ということで、ゴブリンですよね。まあ、この編集、えー、と音楽についてはですね、このデビットド・ドナテッド賞の本にノミネートされているということなので、まあ、そういったところからもね、この技術部門といいますかね、まあ、こういうところの賞にも食い込んでいるというところがあるかなと思います。であとはですね、この音特質的なところ、ダリオ・アルジェントの娘ですよね、アーシア・アルジェントはこれあの、基本的に映画の中では登場していないんですけれども、この映画の中で、 登場するまあ同様みたいな同様というかな同様の曲があるんですよね。でそれはねあの詩を書いているのがアシア・アルジェントだということでまあ、ちょこっとねその才能のね片りをのぞかせているという感じでしょうね。はい、であとはですねちょっと特徴としてあのこれネタバラシをしてもいいかなと思うんですけども「あのサスペリアパート2」まあ、犯人というのは、まあ、真犯人はいるわけですけども真犯人と途中で思われる人物というのがあのカルロというね。あの 主人公マークの友達のピアニストがいますよね。で、ガブリエレ・ラビアが演じてるわけですけども、ガブリエレ・ラビアが、まあ、犯人と思わしき人物を演じてるわけですよね。で、それと同時にですね、スリープレスでもやっぱりこうガブリエレ・ラビアがね、登場してるわけですよね。で、サスペリアパート2の場合はね、カルロ、お母さんがいてカルロというね、まあ、そういう家族構成だったわけですけれども、スリープレスの場合もですね、えー、この今度はね、成長してるんで、ガブリエレ・ラビアがお父さんになってるんですけど、息子もいるんですよね。で、主人公の友達がね、 いるわけけですけども友達の父親ということでガブリエル・ラビアが登場しているということなんですね。で、まあ、彼はですね、まあ、途中で一応犯人とされる人物ということでもうネタバラシでこれねあのしょうがないですねこれはねだから犯人とされる人物ということで、まあ、実はね犯人ではないということがこう言われあのというのはねあのネタではあるんですけれども、まあ、いずれもねあのちょっとそういう形で犯人の身代わりみたいな形で無言らしい最後を遂げるというところがあってちょっとかわいそうだね 人物像を描いているわけですけれどもガブレイル・ラビアが両方ともね、まあ、同じような役で登場しているわけですよねそこが面白いなと思いますあとはですね、えー、とロケ地についての共通点ということなんですけれども、えー、とこの「サスペリアパート2」のね冒頭で、えー、と欧州心霊学会というのが開かれているんですよねまあ,あの真っ赤っかなねあのドンチョといいますかそういった色彩の中で開かれるこうちょっと大きなねあの劇場で行われている学会なんですねそこであのヘルガ・ウルマンというね マーシャ・メリルが演じている霊媒師とですねジョルダーニ教授らがですねこう講演をやってるんですけれどもその会場というのがこれはトリノにありますですねカリニアノ劇場テアトロ・カリニアーノという場所なんですよねでそこをねあの使ってこうね恒例会って高齢会というかあの講演会ねが行われてるわけですけどもちょうどですねさ、えー、とこのスリープレスにもですねこのテアトロ・カリニアーノが使われている場所があるんですねこれはあの、えー、とこうバレエのね あのこの主人公の、えー、と恋人がですねあのハープを弾くようなところがあるわけですけどもそこのですねところでねあのバレリーナがこう踊るというね劇場があるんですね、まあ、公演をやるねそこのバレエダンサーがですね、まあ、殺されるシーンがあるんですけれどもその場所がですねテアトロ・カリニアノなんですねで,ですの、ね、公演をやってる場所がテアトロ・カリニアノということでサスペリア2の公演会をやってる場所と同じ場所をやっぱりねサスペリア まあそんなところがねちょっと共通しているということですね。あとはですねサスペリアパート2でもまあちょっと不気味な人形ですよねが出てましたけどもですね一応あのスリップレスでもですねちょっと大々的に故郷どかしをするわけではないんですけど人形はとりあえず出てきますよね。そんなところもあったりねしますよね。まあ、そういった特徴というかちょっとだからサスペリアパート2のこう何て言うかな、ね、自己模倣というよりもこう ファンサービスっていうんでしょうかね、同じようなことをやることによってファンも結構喜ぶのでね、そういったところもあるのかなと思います。はい、あとですね、手袋についてちょっと特筆すべきものがあってですね、サスペリアパート2だったり、サスペリアとかですね、ダリオ・アルジェントの映画に出てくる手袋をはめた、黒い手袋をはめた犯人の手っていうのがですね、これは実はダリオ・アルジェント本人が演じてるというのがこう結構有名な話なんですけれども、えー、とこのスリープレスはですね、やっぱりこう黒い手袋というのが出てくるわけですね、黒い手袋が。 こうね人を痛めつけるというのが出てくるんですけれども、えー、とこのサス,スリープレスに関してはですねこれダリュ・アルジェント本人が演じてるわけではないんですね。えー、とこれはなんかねサイズが合わなかったとかっていう理由だったらしいんですけども、まあ、実際ねあの他の人が、えー、とこの手袋は演じてるというので、まあ、これはあのダリュ・アルジェントの、ね、映画史上初めてですねこの手袋は本人以外がやってる殺要するに犯人殺人犯の手というのはダリュ・アルジェントが演じていないというのはこのス。 スリープレスが初めてだったというようなことですよね。はいえー、ということですね。まあ、いろいろとねあの、スリープレスについてはいろんな逸話があるんですけれども、この比較というところからね、ちょっと今日は以上という形にさせていただきたいと思います。はいえー、と今日はね、ちょっと,、えー、と福井県のあわら市から、えー、撮ってます。ということで、ちょっと後ろは、ねえー、とホテルの部屋なんですけれども、こんなところですね、まあ。今日はこのぐらいにしておきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。